チャオ、あっちゃんです。今日はね、近江八幡のラッコリーナっていうところにね来てます。なんかすごいね、なんか森のような、ピラミッドのようなすごい建物でね、なんかね、ここ普段は緑色してるらしいんだけど、でもやっぱこの時期茶色になるっていうね、ほんまに草生えてんねんなっていう建物で、なかなか綺麗なところで、あっちゃん来たことなくてね、なんかすごいなと思って、地に連れてきてもらいました。はい、今からねちょっと行ってみたいと思います。近くに行きましょう。じゃあすごいね、なんだこれ、電気、すごい雰囲気いいね。なんかすごい草がわーって生えてて、ね、この中ね、今日なんかすごい混んでるみたいで、平日でもうすごいお客さん、ね、なかなかすごいね。ここ建屋もすごいしね、なかなかすごい場所です。この中店内撮影できるのかな、ちょっと分からへんねんけど、まあね、店内もし撮影ダメって言ったら止めたいと思います。めちゃくちゃ人多いな。いやー、すごい人や。こういうことな。まあ、こっから並んだんねや。ラッコリーナの中に入ってきました。この中のね、中庭みたいなところでちょっと行きたいと思います。なんかね、すごい気になるものが置いてあるんで。ね、中のね、回廊みたいなところやねんけども、ワーゲンバスが止まっているわ。ワーゲンバスかわいいな。でね、ここは何屋さんや。ごめんドーナツ、カフェ、オムライスワーゲンバス、かわいいな。なんかキッチンカーみたいになってる。いや、かわいいな。本物ワーゲンバスやね。口に、なんか朽ちた車が、ミニか。ミニが、うわ、ミニの中から草生えてる。かわいいな。オブジェになって。ここは何？ロンドンバス。ロンドンバスとチンクエチェント、こうレストアせずにこのボロいままを飾るって可愛いな。いや、可愛い。これがいいな。なんかアルミ板で補修してやるのが可愛いね。ここもや穴を鉄板で塞いでやる。あ、こういうのすっごい好きやからね。ついてるやん、すごい。かわいい、かわいい。ガレージアーソード。へー。いいね。
今クラブハリエになってんのか。いや乗れる、人がアークしとるんや、かわいい。エッチトラックやんか、これ好きな車やね。あられちゃんに出てくる車やね。いいね、シトロイのマーク、かわいい。何を見に来たんだって話じゃないけど、こういうの大好きなんでね。何を見に来てるんでしょうかって感じだけど、この建物お菓子屋です近江商人の哲学、お客様のことを考えろ、数字は後から次ろ、かっこいいな。日本ちょっと見よう、見ようとしちゃったよ。なかなか深いこと考えられてるな。琴焼き、あー焼き物、すごー、ラコリーナ。あ、ここの説明なんだ、すごっ。建物だけで写真集はできる。バス、アメリカのスクールバスやな、かわいいな。なんだこれ、あの羽のとこで写真撮るあの羽のとこで写真が撮るようになってんだ、面白い。ことね、あそこで写真撮ろうかな、写真で動画撮ろうかな。荷物をここに置いて、こんな感じで角度的にこいでいいのかな恥ずかしいなんかいい感じやねこれね。ね、こういうね、いろんな楽しめるのもね、中庭もすごい綺麗ねんけど、ここなんかすごい雰囲気がいい、飛行機の倉庫みたいな感じになってて、アメリカのスクールバスもあってね、ここでも本当にもちろんねバームクーヘン買ったり、あの和菓子みたいなの売ってて、ね、その買うんだけど、この中のところがすごい楽しめんの、こうありやと思います。はい、カバンを持ってもうちょっとその外だけ見に行きましょうか。もう一回こっち戻ってきたい気もするんだけど、ここがね、中庭がすごい綺麗ね。なんかあの中に、あの中に入ってる綺麗なあ。ら、こっちにこれは何なんだ。ああ、ここ入れるなんて、そこ入ってみようか、そこ入ってみようか。ここ入ってみよう。こっち出ていこう。よいしょ。ちっちゃい。
かかわいいな、ここ2個もっとちっちゃいのあんねんけど、なんやねんやろあれは。向こうにもあんねん、なんか。余裕やね。さあ、つみさんは入れるかな。色が映えるもん。入れるでしょうかね。これ荷物置いとこ。狭っ。これ、はい、入れんの。よいしょ。狭い。狭い。よいしょ。いや、怖い怖い怖い。狭い狭い。無理。狭いのは無理です。出れるかな。なんかドア閉めたらめっちゃ怖い。なんかすごい閉じ込められてる感あるわ。面白い。めっちゃ面白い。いや、ここ結構楽しめるよ。ただ本当に美味しいバームクーヘンをいただきに来るだけじゃなく遊べるんで。ぜひ来てみてみてください。楽しいと思います。はい、でね、このさっきの下のとこ。うわ、向こうから入んの？こっちから入んの？こっからね。こっから入ってるのかな？ここは赤へんはこっちから出れるんやね。よいしょよいしょよいしょ。こっちからいっ。ね、結構面白いの。さっきのとこが一番狭かった。ここは面白かったけど。ということでね、まあいろいろとあります。あそこがさっき出てきたところで、あれは何やねん、なんか食べられるみたいになってんのかな。さっきそれ写真撮ったな。ちょっと待ってね。あそこはオフィスやねんて。なんか関係なさそうやね。入れへんから。じゃあ今日この辺で、動画を止めましょうってことで、今日ね、滋賀県のねラッコリーナっていうところに来ました。なんかね、いろんなバームクーヘン屋さんとか和菓子屋さんが入っててね、結構楽しいんやけど、この裏の庭がめちゃくちゃ楽しかったです。はい、ということで、今からまた
ましょう。また外へ出て動画撮影します。またね、バイバイ。